ロシア軍の戦車、闇に紛れた死角に次々と撃破される。ウクライナ、衝撃の夜襲映像を公開。自爆ドローンでの夜襲で多数の車両を撃破。ウクライナ国防省は2024年6月4日、公式 X 旧 Twitter において自爆ドローンを用いたロシア軍に対する夜間攻撃の様子を公開しました。第47機械カルダンのものとされる映像では、暗視カメラを搭載した一人称視点での操作が可能な FPV ドローンを操作し、次々と車両に突入する様子が映し出されています。公式 X の投稿で、ウクライナ国防省は一晩の攻撃で T-90 戦車を1両、T-72 戦車を2両、さらに MTLB 汎用早期装甲車両を2両、ウラル多目的トラックを4台撃破したと発表しています。なお、夜間のドローン操縦は昼より格段に難しく、さらに FPV ドローンは通常のドローンよりも技術習得が大変と言われており、ドローンオペレーターの練度の高さが伺えます。この戦争でドローンは監視や水上ドローンの戦果など活躍が目立ちますね。日本も技術開発に力を入れてほしいと思います。これとは少し違いますが、ウクライナは夜間にドローンで敵地の幹線道路に地雷を仕掛けているようです。夜間といえどもロシア偵察ドローンが一晩中飛び続け見張っているし、電波妨害もあるので簡単ではないし、危険が伴う作戦とのことです。夜明けまで続けるそうですから、本当に頭が下がる思いです。ウクライナ戦況は欧米の軍事支援頼みの要素が多分にあるので、十分な軍事支援を願いたい。ロシアの輸送網に大きな打撃か。米国供与のミサイルでウクライナ軍がフェリーを攻撃。攻撃にはATACMSを使用。ウクライナ軍参謀本部は2024年5月31日、クリミア半島のケルチに向けてミサイル攻撃を行い、停泊していたロシアのフェリー2隻に損傷を与えたと発表しました。目標はケルチのフェリーターミナルに停泊している船舶で、攻撃にはアメリカから供与を受けた地対地ミサイル、ATACMSが使用されたと参謀本部は発表しています。このATACMSによる攻撃で、ロシアが鉄道車両の輸送に使っているフェリー2隻に大きな損傷を与え、そのうち1隻は座礁したとのことです。参謀本部は、フェリーターミナルを攻撃した後の画像も公開しており、停泊してあるフェリーには損傷したと思われる黒い影のようなものが船体に見えます。ケルチは2014年のロシアによるクリミアの編入以降、ロシアが実効支配を続けている地域です。そのため参謀本部は攻撃後、敵はクリミアがウクライナであることを忘れてはならないとメッセージを送っています。動けなくなったロシア新鋭戦車、弱点を狙われ火だるまに。ウクライナが映像公開。鮮明な撃破の瞬間が公開。ウクライナ国防省は2024年6月1日、格座したロシア軍の T-90M 戦車をドローンで破壊する映像を公開しました。映像では身動きが取れなくなった T-90M 戦車に自爆型ドローンが突入。激しい火災が発生しています。比較的装甲が薄く弱点となる砲塔上部を狙ったトップアタックで撃破されたことを確認できます。T-90M 戦車は最初からハッチが開いた状態になっており、すでに放棄されていた車両とみられます。ウクライナにおける戦いでは、この T-90M 戦車のように、格座した車両がドローンに狙われて撃破されるケースが多発しています。T-90
T90M は2021年からロシア軍に引き渡しが開始された新鋭戦車で、従来の T90 から砲塔形状を一新している点が特徴。現在、ロシア軍では最強クラスの戦車ですが、ドローンによる撃破が相次いでいる模様です。ロシア軍の SU-57 ステルス戦闘機が損傷か。駐機中にウクライナ軍が攻撃。6月9日にウクライナ国防省情報総局 GUR は、ロシア軍の新型ステルス戦闘機 SU-57 が最前線から589キロ離れたロシア領アストラハン州アフトゥビンスク航空基地で被弾したことを衛星画像で確認したと主張しました。もしも事実ならば史上初の戦果で、まだ20機程度しか量産できていないロシア空軍の最新鋭戦闘機が駐機中にウクライナ軍の攻撃を受けて損傷を負ったことになります。衛星画像からは SU-57 らしき航空機の付近に2つの資金弾の跡が確認できます。爆発によるクレーターと火災による焼け跡が2箇所確認できます。暴風破片で機体が損傷してしまう至近距離です。これがデコイ、おとりの模型や地面に描いたペイントでなければ、もし本物の SU-57 戦闘機であるならば、ロシア空軍にとって未だ量産が進まず、数が少ない貴重な新型ステルス戦闘機が損傷するという大きな失態となります。模型の可能性は低い。少なくとも風船式のデコイではない。ペイントの可能性は低い。陰影があるので平面の絵ではない。アフトゥビンスク航空基地には実際に地面におとりの戦闘機の絵が描かれていたことが以前に確認されており、それと比較しても今回の衛星画像とは違っているように見えます。また今回の衛星画像を見ると、SU-57 らしき戦闘機を覆うように楕円の骨組みが連なっているように見えます。おそらくですが、対ドローン用の網を骨組みに貼ってあり、衛星画像の解像度では網が見えていないのではないかと思われます。もしこの機体がデコイ、おとりであるならば、防護用の網を貼ったりはしないでしょう。ウクライナ国防省情報総局 GUR は、詳しい攻撃方法を今のところ説明していませんが、最前線から589キロメートル離れた場所であること、コンクリートにうがった爆発によるクレーターの大きさなどから、おそらく長距離ドローン攻撃であると見られます。F-16 のライバルもウクライナに供与。フランス大統領が決断。ミラージュ2000、どんな機体？開発期間わずか2年。F-16 の対抗馬として開発される。フランスのエマニュエル・マクロン大統領は2024年6月7日、ノルマンディ上陸作戦の80周年記念行事の後、ウクライナにミラージュ2000戦闘機を提供する計画を明らかにしました。この戦闘機は同じくウクライナへの供与が決まっている F-16 戦闘機の対抗馬のような位置づけで開発されたものです。どのような特徴があるのでしょうか。ミラージュ2000はフランスの複合企業コングロマリットであるダッソーが開発した機体で、1978年3月10日に初飛行を行っています。フランス語で幻影や蜃気楼を意味するミラージュシリーズの大きな転換点とも言える設計が施された機体ですが、その背景にはライバル機であるアメリカ製戦闘機 F-16 の存在が大きく関係しています。1974年にアメリカで初飛行し、1978年に運用開始された F-16 は、最新技術を積極的に盛り込んだ新型機でした。これに対し、ダッソーは最初、既存のミラージュ F-1 の改良型でしかない、
ミラージュ F1 M53 を提案したため、北大西洋条約機構加盟国のオランダ、ベルギーなどが F16 を採用するなど、商戦において劣勢が続いていました。そのため機体を一から設計し直すことになったダッソーは、パイロットの操作を電気信号で動翼に伝えるシステム、フライバイワイヤを機体制御に採用したほか、 F16 にも採用された胴体と翼が一体となったブレンディッドウィングボディの概念を取り入れるなど、 F16 の対抗馬としてふさわしい機体を考案しました。なんとわずか2年強で完成。当時の最新技術を盛り込んだミラージュ2000は、設計開始から初飛行までわずか27ヶ月、2年3ヶ月という驚くべき短期間で開発されています。フランス空軍の要求通り、1983年には量産型の納入にこぎつけました。生産開始後も戦闘機が多用途、マルチロール化する中で、F16 とのライバル関係が継続していくことになります。当初、ミラージュ2000は、揚撃戦闘機として開発されたものの、その後、核ミサイルの運用能力が付与された戦略爆撃機タイプなどが作られたことで、戦闘爆撃機型も生まれ、後には、対地、対艦攻撃も可能なマルチロール機へと発展しています。F16 もまた、当初は、軽戦闘機という扱いでしたが、レーダー性能の向上、エンジンの乾燥、電子機器の高度化などを進め、全天候型戦闘機に成長。もともと軽戦闘機として開発されたため、低空、低速での安定性が高く、対地攻撃面でも積極的な改良がされることになり、マルチロール機として確固たる地位を得るようになりました。F16 の5000機という驚異的な生産数には及ばないものの、ミラージュ2000の生産数は600機余りを記録しており、フランスのほかエジプト、ペルー、インド、ギリシャ、UAE、アラブ首長国連邦、台湾、カタールという8つの国と地域で運用され、製造は2007年まで続きました。フランスでは最後のミラージュ2000が、2022年6月23日に運用を終えましたが、他の国ではまだ現役です。最新型のブロック70の生産が2019年から開始された F16 には及ばないまでも、息の長い戦闘機と言えます。50年近く前に F16 に対抗するために開発された同機ですが、多くの部分で共通するものがあります。そのため、ウクライナには先に供与が決まっている F16 同様に、同国で防空のほか、対地攻撃や偵察など、幅広い任務での運用が期待されそうです。